おー、結構出てますね。36,748点、セグニ。これ。こんにちは、ナムです。今回は、天命野手のガチ育成ですね。やっていきましょう。ということで、友達スタンプと招き猫持ち込みで、デッキの方が下に出ている通りです。かぐや、イチロー、トグザ、レオリオ、マニー、そして、モコバと。で、サポートの方に、カヤノとポコタ、ハイズカ入れてます。で、やっぱりこの構成が自分は、まあ、やりやすいかなって、手持ち的にも、こう、構成の持ちの数的にもね、いいかなっていう風に思っているので、これじゃちょっとやり込んでいこうかなっていう風に思ってます。で、結構、かなり、セクニの点数も出ましたし、あとまあ、一回跳ねればっていう感じのサクセスが最近は続いていて、なかなか、こう、自分が目指したいところにね、届かなかったことが多くて、まあ、今後もやり込みながら、そこを目指していければいいかなっていうふうに思ってます。で、序盤はまた後付けさせていただいて、で、後半の方からね、僕のリアルタイム実況でお楽しみいただければっていうのと、皆さん最近サクセスやられてますか？なんか最近は、天命高校をゆっくりやりながら、まあ、他の高校をゆっくり遊びながらでいいのかなっていうふうに思ってて、というのも、まあ、おそらくですけど、投手の新高校をそろそろ来んのかなっていう雰囲気が、まあフリート終わってからね来ると思うので、まあそこからまた投手やりながら、こう少し疲れたら天命やればいいのかななんていうふうに思っているので、今はまあ9000点チャレンジとかで集めているのもいいのかもしれませんね。なんか、本当にこう、ゆっくりとパワープロ楽しむ時期って、年末通り過ぎるとね、そんな時期に一時期入るので、それでいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、肝心要のサクセスの方は、セクイチそれなりだったんですけど、まあ今こうやって見返すと、まあちょい渋いですね。どうしていくんだろうみたいな。体力回復のアイテム持ち込めてないので、今の 60% とかも当然ガツッと勝負して、この体力具合でね、和田水波入れながら前進めたらいいなーなんていう風に思ってますね、これ。で、光ってはくれたけど、走塁ですね。まあ、ここは、さすがに取りに行かないと動けないんで、取りに行くでしょう。まあ、メンタルも踏めないことはないんですけど、さすがにかぐやでいいんじゃないかな。これメンタル踏みましたね。メンタル行きましたね。メンタル行ったが、伝説のさよなら男狙いですね。で、今、ハイズカがね、たまたま来てくれたんで、まあ、結果オーライでいい形になりました。まあ、結局、光が入った時に、2箇所以上光ってないともったいないな感はあるので、まあ、今回はね、この打撃がうまく噛み合ったので良かったですね。はい。で、あとは、やっぱ、その C が、こう、うまく噛み合って、練習踏んだ時にドカッと点数も一緒に入るみたいな、砲撃埋めながら点数入るみたいなことを何回か入れないと、やっぱり経験点はドカッとは伸びないなっていうふうには思ってます。その辺をね、意識しながら、まあ、やっていくと結構こうサクセス自体はより上手くなるんじゃないのかなっていう風に思ってます。僕もねその辺意識し始めてから結構サクセスの点数っていうのは8万5000アップで安定し始めたので、その辺はこういろんな箇所のサクセスでね見れるんじゃないかなっていう風に思ってます。特に大事なのがやっぱこの小槌と美濃小槌、まあ、このあたりとあとは品頭はうまく使っていければ強いので、まあ、しっかりとやっていきたいですね。ハニヤモチとかもね、強いんですけど、結局、タックをしながらが拾えないので、なかなかその辺は難しいなっていう風に思ってます。ここは肩一気ですね。で、まあ、レオリオとかだと、やっぱ肩とか守備とかも光ってくれるので、その辺が無駄にならないのがいいですね。あとは、まあ、タック性能自体も個人的に高いなっていうふうに思っているので、その辺を活かせたらいいかなっていうところでございます。とりあえず101上げしましたね。で、パワーもガツッと上げていきます。まあ、肩練習なんで、この辺のポイントをザザザッと使っておきたいですね。で、肩踏みましょう。うん、OK。まあ、やっぱりもうちょっとね、こう、キャラ積んだりとかしながら、ここの、素点ですね。落とし物ではなくて、そこも伸ばしていかないとなかなかっていうのはあるのかもしれません。で、ここで落とし物、落とし物じゃねえや。砲撃をね、サポートからもらいましてラッキー置きましたと。で、最大値上げて、セクション2に行きましょう。9439点出てますと。で、次のセク2にそのまま向かっていきます。で、レオリオの体力回復入りました。まあ、これはしょうがないっちゃしょうがないですね。で4箇所光ってるんで、ここは当然ですけど、打撃練習に移動させて、ヒアルカーの効果を
大きく受けたいところですね。で、ヒアルカの場所を今探ってます。まあ、筋力か肩なので、筋力にいてくれたらいいなで一個ずらしして打撃に来てくれました。まあ、この辺のね、こう、予測サーチがうまくいけばいくほど持ちは余裕出てくるので、まあ、これは積極的に使っていきたい技術ではありますね。まあ、外しては、持ち全然足んないやんってなったりもするので、まあ、あんまり過信はできないんですけど、普通にオープンした方がいい時もあるので、なんかその辺は、バランス見ながらうまくやればいいんじゃないかなっていうところですね。守備職人とかも自画撮りしましたね。で、コツ関連は、まあ、基本的には技術精神が、まあ、うまく立ち回っていれば余る感じです。臨床点とかが余ってくるようなサクセスは、正直、その、走塁練習を踏みすぎなので気をつけていきたいなってとこです。で、光一発でここは踏んでいきました。うん。まあまあいい点数出てますね。で、ここは、臨床点をもらっておきましょう。かく乱ね。結局取んなかった気がするな。ああ、肩で取っていく感じですかね。まあ、あんましこの二人だと、砲撃自体が強くないので、まあ、なんとも言えないところはあるんですけど、ここはね、積極的に埋めていきましょう。まあ、だから、結局、かぐやみたいなキャラクターをね、ガンガン踏んでいかないとなかなかっていうところはあるかなっていうふうに思ってます。まあ、光が本当にとにかく強いよね。で、レオリを走りまして、これ一番最後ですね。カリスマホームランフィーバー。で、守備練習、まあ、悪くはないけど良くもないので、ここは、かぐやかな。はい。光入れておきます。もうちょい早来いや、それ。もうちょい早来てくれるとそれ全然違うんだけど。で、ここも体力回復が入りました。結局、まあ、この辺の回復が和田水葉の効果を阻害はするので、こういう体力回復イベントがどのタイミングで起きるかっていうのは非常に重要ですよね。ここは、今、守備と肩どっち踏もうかなっていうところになってまして、というのも、まあ、光1枚なので、まあ、無理して別に守備に寄せる必要もないしっていうところで、まあ、ここは守備に寄せましたけど、まあ、この緑とか、あとは、ハニヤモチですね、シナトシラあたりがメンタルにいたんで、ここは守備で取った方がいいかなっていう判断ですね。で、ガーッと集客上げまして、守備力も一気に上げまして、これ毎回思うけどさ、マジで10アップしないかな、一発で。まあ、10のボタンを作るのも、難しいんだろうな、多分。この置き場所が難しいんでしょうね。10アップのコマンドを作れるにしても、どこに置くんみたいな。設置場所がね、なかなか、UI 的に難しいのかもしれませんね。はい。で、ここは全員神様を集めまくって、技術と精神がそれなりに入る感じですね。で、しっかりと、灰塚が光くれました。で、12月の一周。守備強えな。一発で埋まりますね。なんか、ほんとこのサクセスは一発で埋まるんですけど、その砲撃自体が強くなくて、なんかこう、微妙やな、みたいな感じが多かったようには見受けますね。まあ、埋まってくれるのはほんとありがたいんですけど、やっぱり結局、落とし物もセットで強い点数が出ないとなかなかね、こう点数自体は伸びていかないのかな、なんていうふうには思ってます。打撃かな？ああ、打撃ですね。またこの二人って感じなんですよね、結局。だから、本当に、こう、運というか、なんでしょうね。こう、かぐやとか、まあ、このデッキであれば、イチローとか、の、光の砲撃持ち、そして、和田水葉をうまく入れながら、和田水葉の効果を活かしながら光踏めるかどうか。まあ、この辺が重要になってきますね。結局、シナトシラとかは、まあ、デカ砲撃になれば、効果の強みは違うのかもしれませんけど、まあ、小さい砲撃だと、なん大した点数になってないなっていう印象は非常に強いです。まあ、その辺の検証までしていきたいですね。で、ここはしっかりとかへの入れてくれました。で、とことんやっときましょう。で、次体力回復するので、まあ、守備今光ってるんで、まあ、これは、他行くとこなきゃ行くぐらいの感じかな。ああ、まあ、メンタルにも人それなりにいるので、これは寄せちゃって、いいんじゃないかな。まあ埋めるとこないもんね。ああ、和田水葉、いや、そのまま言ったな。和田水葉入れてもよかったけどな。ここはワンミスかもしれないですね、僕の。
メンタルからなんで普通に寄せてよかったかなって感じはします。まあもちろんここで回復してもまだギャップがあるので最大まで。まあ次うまく練習踏めればみたいなところはありますけど、まあここは水派でよかったですね。おお。まあこれ絶対走塁踏むもんな。走塁踏むもんな、これ。ヒアルカ移動させて。まあ水派はこのおかげで効果はうまく得られる形にはなりましたね。ちょびっとですけど。まあ、そう思うと、またこれもこれで結果オーライっていう、なかなか難しいですよね、サクセスって。で、ガツッと全開していきましょう。うん、落とし物も、まあまあですね。で、ここはもう問答無用でいかない。大凶引いたら終わりますからね。あー、守備練習。まあ、走塁でもいいんだけどな。結局、レオリオを、まあ、それ行くんだろうな、これ。この振り方してるってことは。レオリオの、茶色と緑ってほんと弱いんですよね。この辺だけなんか難しいよな。だからなんか、その、タック性能とかはね、もうピカイチというか、普通に外せない感じにはなるんですけど、それ以上にこの高校ではやっぱり持ってる宝玉の色が重要なので、その辺は、編成時には、意識したいところかなという感じですね。矢部くんからもちょろっともらってます。で、ここは、男かな。まあ、筋力の方が欲しそうだけどな。うん、ここは男にしましたね。で、光っている。何が光ってるかわからないが、走塁。ここの走塁は、それなりの強さがありそうなので、ほのかずちを、仕掛けたいですね。まあ、ほのかつち自体は数が多く入ってないとなかなか強くはならないんですけど、まあ、ここはしなとしらと二人でうまく相乗効果で点数上げてくれるといいなというところで、神様の居場所。で、ほのかつちそのままいたんで、ここはラッキーということで、点数をゲットしていきましょう。やっぱこういうのが入ってきて、砲玉入れながら点数出るみたいな。ところが、まあ、今1回目だと思いますけど、このサクセスの中では。これがほんと2、3回、まあ、ないしは、カンスト級のやつが1回とか来ないと、まあ、9万は結構難しいかなと思ってます。これは踏んでいきます。ね、500点ぐらい入んのかな ?1 箇所につき。あ、入んなかったですね。ただ500、288、220なので、まあ、1000点級の練習にはなりましたと。いうところと、ここはま、肩、水も寄せちゃうかな、これ。うん。ここのタックは、まあ、まず拾っていいんじゃないかっていうところと。まだ水波もここは寄せましたね。持ちの数がだいぶなくなってきた。で、一気にここは拡張集客振っていきましょう。まあ、バランス的にはいい感じかなというところですね。ナイス。うん。いいんじゃない?そしてラストターンも光っている。打撃。肩でいいですね。いや、弱いな、ここ。ここめちゃくちゃ弱いな。配布まで残り3ターン。そんなに強くもない。移動させても意味はないので肩拾いましょう。あ、いいんじゃない。まあまあかっていうところですけど。おー、結構出てますね。36,748 点セクニ。これはほぼ自己ベストですね。はい、次行きましょう。はい、ということで、セックさんやってきますか。ちょ、なんとかまとめたいね、これ。結構ここまではいい感じできてるので、肩かな。まあ、全然悪くないんですけどね。こっちで光入れてでもいいしって感じか。光ってくれるかな?ちょっとわかんないけど、これで行くのちょっともったいない感じもありけりですが。でもいいのかな?固まってくれてるしな。ハニヤ持ちも移動したらいけるな。残り2ターンか。難しいけどこれ踏んじゃってもいいかもな。ちょっとね、今選択肢が、割と狭いんですよね。どこ行くみたいな。ここを踏むと結構厳しそう感あるので、ちょっとここは踏みましょうか。ハニヤは持ってこなくていいよな。まあ、隣だから持ってきちゃうか。いや、これは大して変わらん。大して変わらないはず。
大して変わらないはず。これはもう踏んじゃいます。まあちょびっとですが入ってくると一発で埋めれるとありがたいですけどね。はい、あ、割とありだなこれ。ここちょっと守備取っておきましょう。かなりうまいですねこの4つが。お持ち4、ありがとう。バント入りました。ちょっと守備練習自体はねもううまみがあんまりないんですけど、踏む。ああ、なるほど。ここはメンタルいきますか。光が近ければ。ああ、なるほど。水、光ぐらいは入れてもいいけどな。ちょっとこれ4移動して、でこれで踏んじゃいましょう。うん、まあいいんじゃないですかね。そんなに強くはないけど、まあ弱くもないって感じの。1783。おー。元気になって下げてもらってもいいが最悪。っていう感じなのか、願い事はないなのか。むずいな。いや、選抜になったらやばいもんな。選抜になったらやばいもん。どっちかな。ちょっと難しいですね。肩の方がいいかな。ああ、肩練習にしましょうか。ちょっと肩の方が。走塁よりもはや欲しいまであるわ。うん、まあまあまあ。それだったら走塁が良かったわ。守備。ほーん、結構人が固まってくれてはいますが。光入れてもいいか。隣なんでね、ちょっと入れて、まあ、埋まっとるからな。大丈夫やろ、さすがに。最悪走塁踏めばいいわ。うん。で、ここはしっかりかなりでもらえまして、光りました。守備だけ。こうなると走塁って感じにはなりますが、走塁も微妙ですね。微妙だけど踏むしかないか、これ。うん、体力はだいぶ減ったのと、光踏んだんでなんとかはなるんじゃないかなと思ってますが、ちょっとこのセクション渋いな。肩。いやー、13% 通せるか？さすがにこれで光嫌だしな。光わかんねえ場所。怪我しに行くさは？ない。もはやない。光の場所がわからないから持ってこようにも持ってこれない。OK。ようやった。体力は一気に減らしました。これは守備でいいでしょう。あ、いいね、いいね。これはありがたいわ。割と固まってる。ハニアもいいですね。シナトシラどうすっかな。シナトも入れちゃうか。まあ、隣で守備強烈にできるんであれば、しちゃった方がいいでしょうということで。で、これ総力大丈夫ですね。総力、肩力、守備力、パワー。で、補給。これで全部かな。はい。上限はこれで終わりました。で、ムード、さよなら男、パワー。ムード取りますか。あとはまあ、待ちでもいいかな。はい。あ、いいんじゃない。この守備はまあまあ強いでしょ。ちょっと打撃とかがね、あんま踏めてないんであれなんですけど。うん、精神もまあまあ入るじゃないかな。通用。てか、バチクソ強かったわ。ああ、打撃ね。茶色は？わからない場所が。あ、わかるかも。意外と近いな。これ、茶色を踏みてえな。はい、ナイス。で、水と緑ですが。はぁ、近いじゃん。どっちも近いじゃん。緑いいんじゃないこれ。OK。で、水はまあいいかな。この感じだしね。うん。あとは、これ、なんかちゃんと触れてんのかなっていう。ちゃんと触れてんのかな。バント取る。
ロボヒトル、オムシシュブレラン。金徳関連はまだ取ってないやつは、牛若フィーバーか。まあ、こんなもんか。はい、とりあえずこれで行きましょう。うん、守備と打撃踏めてるんで、あとはやっぱ肩走類でバランス取りたいですね。今筋力あんま踏んないのが、まあ評価できるかなって感じですけどね。あー、これもったいないね。ふわー、きつ。これは厳しいな。ここ踏んでお願いする感じなのか、メンタルなのか、ちょっと難しいとこですね。いやー、どうすっかなー。ここ踏んできてくれるのが一番いいけどなー。メンタル回収にするか、先。はい。メンタルはもういらないです、正直。入らねー。それ来るんだったら打撃埋めたかったわ。あんまり期待してないんでね、こういうの。だから来られると逆に困るっていう。うん。おー、強いね。あ、いいんじゃない、打撃。守備も強いんですが、ここはダーですね。やっぱ筋力入れたいんで、それが入ってくる練習になってくれる方がね、圧倒的にやりやすさはあるかなーって感じはしています。イブシギンも取ってもいいかもしんないな。情熱エール取り、洗礼の一撃取り、ここを取り、死者はまだ取れない。はい。はい。あ、いいんじゃない。黄色さんだしね。わあ、マジか、すごいね。これ、ここで回復？ああ、ここで回復か。左キラー狙ってもいいんですけどね。おお、すごいじゃん。3箇所来ましたね。ああ、ここは3箇所なんで、さすがに光ボーンですね。光ボーンだな。ああ、これで光ボンだな。打撃にしますって話と、ああ、どうしようかな。打撃にしますって話と、紫は、まあ、無理して入れなくてもいいか、これ。はい。これで行きましょう。ちょっと技術が、ちょっとっていうか、だいぶどうしようになってんな。だいぶ技術どうしようかな。さよならとこ、待たなくてもいいんだけどね。不思議。ラッキー。窮地。この辺バチバチ取りまして、大変化球もいいでしょう。うん、これはまあまあ来るんじゃないか。うん、まあまあ入りまして、紫も来ました。そこそこじゃない。5万5000、もうちょい欲しかったが、まあここであとは爆発させられるかって感じですかね。うん、ほん、走塁すげえな、これ。あー、なるほど。真意で取りたいけど、赤とか埋まってますね。ちょっとそうなると、あんまし真意使ってもなんだよな。ハニヤも緑も、すべて無理ですね。すべて無理ですね。しょうがねえな、これ。あー、もったいないなー。これそこそこ強かったなー。紫はいいかなー、これ。入れた方がいいか、敏将。は、ちょっと強めに。いきますか。はい。うん。これで餅大体なくなったんで、そこは注意が必要ですね。はい。餅は大体なくなりました。あー、技術精神じゃなくていいよな。これで今5万8000ぐらいかな。5万8000は言い過ぎ？これで、パワー比。バランスはまあまあなんじゃないかな。さっさと能力値いろいろ上げていきたいが。うん、レベル4か。まだですね。これでとりあえず行きますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。あぶねー。失敗しそうでしたわ。だ。面。なるほど。守備回収しよっかな。とりあえず、こんな感じだったら。別にもうメンタルいらんしな。守備から回収していきましょうか。
守備回収すると漏れなく敏将点も一緒に入ってくるんで、守備もう一回多分踏めるよな。多分技術精神がまだ余ってると思うので、それが取れるんじゃないかなって思ってます。手放しと肩強いね。これは4箇所なんで肩ですね。緑はワンチャン隣だがシクルとめんどくさいって感じですね。これはそのまんま行きましょう。筋力ありがてー、このタイミングで。あとは回収をしっかりやっていけるかどうか。おお、すごいじゃん、これ。すごいな、これ。バチバチ光るな、急に。これも、このまんまでいいっすかね。もうちょっと、ローコーできそうだったらできねえな。持ちが、とにかく今、あんまりないんですよね。ちょっとまあ、こんな感じでいいか。はい。OK。マニーがめっちゃ頑張ってるわ。マニーで光ってますからね、今。なあ、いらねえ。マジでそれやめてー。おお、一発なんだが。これ一発で強いやつだよな。筋力、まあ入れられないことはないけどっていう感じか。あんまり必要ないんだよな、別に。もう、埋まるとかどうでもいいんですよね、正直。埋まるとかどうでもよくて。135か。なん、真意取れねえもんな。ここも埋めちゃうか。まあ、ここ埋めちゃいましょうか。ここはもう適当に埋めます。うん。勝った。ほん。さてさて、どうしたもんかな。あと何が欲しいのかもさっぱりわかんねえな。肩取りますか。ちょっとボロボロとバラバラとなってるんで、狙い撃ちはしたいところですけど、取りたいもの。もうタック起きないんじゃないかな。あー、なるほど。ここは守備拾っておきましょう。ちょっと守備を起こしたい感じまでありますね、こうなってくると。で、はあ、打撃は足らん。打撃足りませんねという話と、打撃取るんかどうか難しいところですね。あー、メンタル取りたくないしな、正直。ただ別に水で強いとこないので、メンタル取ってもいいのか。いや、そんなことはないな。そんなことはないな。打撃は残しておきたいよな。ただ走塁はね、残っとかないと厳しい気がすんだよな。体力具合的に次練習するもんないっちゃないけどな。あー、結構これは難しいなと。ただもう回収してって終わりでいいんだよな。正味そんな感じはしてるんですよね。ここは走塁を取っちゃいましょう。うん、光がたまたま入りました。光りました。守備いいね。あー、打撃も強いね。取っちゃうか、ありだな。筋力とかも入っとるしな、正直。筋力2箇所入ってるんで、もうこれ取っちゃって終わりでいいな。で、もしなんか強烈なシーン、ここを入って入ってるっちゃ入ってんな。ここにドシャッとやるのもありだけどな。これはいいか。アダミズハ移動する。これで終わり。あと緑か、ちょうどだな。はい、これで使い切りました。で、あとはまあ筋力を回収しつつみたいな形にできればいいと思うので、ここの守備と、うん、まあいい形になったんじゃないのかな。
ああ、これは相当強いですね。で、多分海岸まだしてないので、バランスもおそらく取れるかなという感じですかね。パワーヒッターまだか。さよなら男。ああ、ちょっとまあ気をつけながら振りたい感じっすかね。冷静、なるほど。この辺取ってないやつあるな。はい、いきますか。はい、かけました。OK ですね。次、行きましょう。あとはもう回収ターンなんで、単純に。ほう。ここの方はもうまあまあ強いな。先にまあここなんだろうけどな。そしたらワンチャンタックもしますしね。っていうところで。ここは肩から行きます。肩行って、守備行って、で打撃、そんな感じの終わりかなとは思ってます。ああ、多分そんな感じの終わり方かな。はい、うん、まあ回収もそれなりにはできたんじゃないのかな。ちょっとわかんないけど、うん、バランスもそれなりに見えますが、あとは振り方次第的なとこもありますね。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。さあ、最後打撃踏んでいきましょう。光ってくれないか。まあ、打の方がいいよね。間違いなく。いらんもんな、この辺。って思っているのは私だけなんでしょうか。1900。まあ、ポイント的にはこっちの方が大きいですしねって話と、水入れてえな、できたら。あ、左にずらしていったらワンチャンあるかもしれませんぐらいの感じかな。ワンチャンあれ。いやー、メンタルか。メンタル？メンタル？っていうことは、この辺にいたってことちょっとわからないんだけど。ちょっとどっちにずらしてるかもうわかんなくなってきた。左取ってチャンスはまだあるなと。うん、チャンスはまだあるんで置いときますが。あとは、冷静とか取るか。うん、ちょっと敏捷欲しいんでもらえるんだったらこの辺当たりたいですね。あ、はい。よし、いいんじゃない？やることはやったような気がするわ。守備。あ、なるほど。一回休んでからのアプローチでいいですね。はい。はい。で、技術フル。で、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次、行きましょう。びっくり。肩、一郎、マニー。一郎さんなんかください。おー、内野安打。ちょっと欲しかったかも。内野安打取り。広角先でいいでしょう。ああ、チャンス、パワヒもまだって感じか。あと、さよならもまだ取ってない。ちょっとバランス的に筋力欲しいのかな。ああ、筋力欲しそうですね。これで行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。ラスト。走塁取っておきます。パワヒーでいいぞ。おー、さよならか。ちょっとね、取ってもいいかな、パワヒーとは思ったんですけどね。しょうがないですね、これは。どうしよう。さよならは、まあ、最後もらえるんで、やっぱ、取っておきたいところはあるんでね。本塁生還。はあ、なるほど。筋力、へぇ、しんどいね。よいしょ。はい、勝てました。ということで、なんとか最後も勝てました。あとはまあ、技術精神ちょっと余りそうなんで、そこ開眼してっていう感じになりそうですね。まあまあ、それなりにできたんじゃないかな。うん、ここのエピローグもうまいですしね。で、かぐやから、一番最後、上り上司もらいまして、上り竜ですね。さよなら男もらいまして。
はい、ということで、85,909 点ですね。はい、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,17段、18段かな。で、65,90,27でした。208残りです。はい、ということで、PA8 の、斜め盛りぐらいかな。まあ、ずんずん伸びてきているので、この調子で上げていきたいですね。で、2位更新で、当然ここも、しっかりと大幅更新です。野手の方はね、もう本当にバンバンやればやるほど上がっていくので、どんどん上げていきたいですね。はい、ということで、まあ、もう本当あと一歩っていうところをどん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 こう突き詰めてやっていければいいかなって感じです。あとはね、まあマジで本当真意がうまく噛み合うかどうかかなっていうふうに思うので、まあ回数重ねながらね、頑張っていけたらいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。